就活って何点から書いていいの、はい、団体受験の IP テスト使えるのかな、終わらない、どうしたらいいんだ、1個上にも990点がいるんですけど、同じところに990点がいたんで、では始まりました、モニチェチャンネルです。今回はですね、再び三度ヒロ前田先生にお越しいただきまして、はい、今回はですね、まあ、トイック受ける人たちが持つ疑問に答えていってもらおうかなと思ってですね、まあ、ヒロ前田先生のね、今度出る新しい、ね、本にも、はい、今度ってもう出てるかもしれないですけど新しい本にも、ね、いろんな疑問に答えてくれるということで、ぜひ究極の模試よろしくお願いします。まずですね、就活って何点から書いていいのっていう疑問を持つ大学生すごく多いと思うんですけど、あ、これはっきりとした答えって何を基準に言えばいいのかなっていうのはね、分かんないんだけども、まあ、一つあり得るのは平均点が TOEIC って570点ぐらいなんですよ、はい、で大学生の平均は4年生で500点ぐらいなんですよ、ってことを考えると、まあ、プラス評価を受けたければ、まあ、平均よりは上、ね、って考えればまあ自然ですよね、って考えると、まあ、よく言われる600点というのがまあ一つの基準かなと感じます、はいはいはい、でもこの話って全体を見るとそうなんだけど、実は僕最近慶応大学の現役の学生さんと話す機会があって、でちょっと聞いてみたの、うん、友達の中で履歴書に書くとしたら何点ぐらいかなっていうね、そしたらその環境ではいやそれは800ないとやばいでしょうって思ってる、はいはいはい、だそれはやっぱりそれなりのスコアを取る人が周りに多ければ多いほど、例えば720の自分は低いんだって感じちゃう、だからそういうスタンダードができちゃうのかもしれない。でも結局ね、これ一番大事なのはそのスコアを見る人がどう思ってるか。そうですね、その通りです、ね、でしょ、見る人が何考えてるかなんですよ。で考えると実は何点でも関係ないっていう人だって、人っていうか企業も多いはずなんですよ、はいはい、だから結局ね、はっきりとした答えなんて別になくていいと思ってる、はい、結局ある一人の人が就職活動するときに、例えば商社に行きたいっていうね、その希望が仮に強いとしよう、その場合はそんな600じゃ足りないと思う、はいはいはい、なぜなら商社って入った後もすごい要求高いから、もう700どころか800、900っていう風にね、まあ、それ以上に運用できる力の方が大事だから、やっぱりハイレベルなものを目指すべきだし、でも一方で英語が全然ね必要とされないような業界だとすれば、実はスコアなんて見てもいないということになるかもしれないし、だから結局全体として何点が答えだとは言えないと思うんですよ。漠然と聞かれたら漠然とまあ600ぐらい取っとけば、まあ平均より上だし、誰でも簡単に取れるものでもない。うちはそうですね、周り、まあ、確かに慶応なんで800っていうのが多かったですし、だから周り500点台とかボロボロいて、ただうちのゼミだけ異様に高かったので、あ、先輩たちはもう900点台だったんで、基本的には、1個上にも990点がいましたし、同じとこにも990点がいたんで、990点が2人いるゼミだったんで、まあ、それは採用する側にも言えるわけよ、はい、採用する側が自分が普段働いている環境の中で800、900の人がゴロゴロいるような環境だったら、例えば人事部の人が、いやうちはこれぐらい取ってほしいっていう感じる、その基準が上がっていくはずなの、はいはい、でも同じ人事部でも別の会社に行くと周りはみんな400点台だと、であれば新入社員に突然900とか800とか言うはずがないし、はいはい、やっぱそこはやっぱりね、はっきりとした答え、これが絶対的な答えだってのはないと思う。じゃあとりあえず600点と、まあね、600点って何問ぐらい正解すれば取れるんですか、はい、今までの僕の体験から言うと 63% から 4%、 63% から 4%、 200問中です、ね、そうですね、だからまあリスニング、リーディング分けて考えた場合、それぞれが64問をずつ仮に取ってた場合、まあ、結果的に出てくる数字として600点かなって感じてます。なるほど。ただ試験によって多少ブレはあるので、はい、そうですね、まあ、いつもこうだとは言えないけども、まあ、64% とか 5% を取っとけば大体クリアしますよと。700点台だったらやっぱ73、45、あ、まあそうですね、700点であればそう75%ぐらいかな。1問5点計算っていうのが、はい、まあ、それ間違ってるんだけども、うん、理論上は、はい、ただ結果的にはそんなに大外れはやっぱりしなくて、なるほど、今言った600点が 64% っていうのが、まあ、一つの基準だと考えたら、はい、じゃあ100点上げたければ、うん、20問相当を増やせば大体それぐらいになるって考えて、そんなに大きくは外れないんです、うん、ただもちろんこれ満点とかっていう話になると、はい、そうするともうミスする余地がほとんどないので別だけどね、ただまあ600点とかね、700ぐらいであればさっきの数字を基準に考えてもらえれば大体当たります。
就活するときって団体受験の IP テスト使えるのかっていう、ね、まあ、学校で結構ね受けてる人多くてそれ出せるのかなっていう疑問もあると思うんですけど、はい、実はそれリサーチしたことがあって一番多かったのは企業側の意思としてどっちでもいい、公開テスト IP テスト区別すらしないと、はいはいはい、っていうのがまず回答としては一番多かった、うんうん、でその次に多かったのは公開テストのみを認める、はい、っていうのもやっぱりあったけど比率で言うともうすでにマイノリティなので、で IP テストのみ認めるっていうのはなかったかな、まあ、おかしな話ですよね確かに。でまあ、IP テストは基本的に元公開テストなので、そうですね、過去問なんですよね。考え方としてはね、どっちって比べること自体が間違ってるわけですよ、はあ、要するに同じだから。ただ一部の運用のルールを守らずにカンニングしてるとか、はい、例えばね、うん、そういうのをもう野放しにしちゃってるような運用がなされてる可能性がゼロではないと、はい、でそういったことをまあ心配する会社からすれば公開テストだけ認めますよっていうことを言ってると思うけど、はい、でもそれってもしそういうルールがあるんだったら発表してるはずなので企業がね、うんうん、だから就職活動でって言いたければ、まあ、全体としてはやっぱり答えがなくて、うんうんうん、可能性としてはどっちでもいいっていう確率が高いと。けどじゃあ全企業がそうかっていうとそうじゃないので、うんうん、やっぱり結局自分が受ける会社がどうかっていうのはやっぱりそこに聞くしかないんじゃないかなと感じますね。オーストラリア人、イギリス人の英語が聞こえないっていうね、これ多い悩みだと思うんですけど、まあ、トーイックに限って言うならば、はい、確かにオーストラリアとかイギリスの発音に、まあ、慣れてないから何言ってるか分かんないっていうことはよく聞きますよ、はい、でゴールとしてオーストラリア人またはイギリス人の発音に強くなりたいと、はい、そういう希望がもしあるんだったらトーイック教材に別に頼る必要はないと思うんですよ。ほうほうほう、うん、というよりむしろトーイック教材に出てくるイギリス人とオーストラリア人って別に数は多くないから、はい、その人にピンポイントで慣れるだけじゃ足りないわけでしょ。けどもしもね希望としてトーイックのスコアさえ上がればいいと、うん、それがゴールなんであれば逆にイギリス人やオーストラリア人を漠然と捉えるのではなくて、例えば公式問題集とかね、そのテストに出てくるそのナレーターにピンポイントでなれればいいってことですよね。なるほど。であればニュース英語とか、まあ、そういったものを利用する必要は全くなくて、結局試験本番で出会うであろうナレーターになれるのが一番、うん、その方法としては結局手に入る教材としては公式教材だけなので、はい、それを買ってあまり襟好みせずに聞いて真似する練習をいっぱいすることによって馴染んでいくと思いますけどね。なるほど。今過渡期というかいろんな人が出てきてて厄介だなっていう、あとは満点近く取っててもう別に区別できないって人もいますからね、はい、オーストラリアイギリス英語分かんない、そもそも区別する必要はもともとないからね、はい、でもまあ仮にねトイックのみがゴールではなくて、まあ、英語の力をつけて海外旅行でビジネスで生かしたいとか、まあ、そういう希望を少しでも持ってるんだったらむしろ試験の中に収まってる方がリスクが高い、はあはあ、だって世界に一歩踏み出せばもうネイティブスピーカーよりノンネイティブスピーカーの方が多いわけだから、ね、トイックだけに行くんだったら公式教材、まあ、韓国だったらね過去も持ってますしね。そうそう、公式教材の数自体がもう昔に比べたらめちゃくちゃ多いから、はい、あながちこのアドバイスはね、うん、ずれてないっていうか、うん、誰でも実行しようと思えば公式教材だけでも消化しきれないぐらいのね、そうですね、コンテンツがすごい量になりましたからね。あるのでしかも過去問が売られてるわけだから韓国ではね、はい、それをまあ日本でも一応工夫すれば手に入るのでその音源使って勉強するのが、ね、いいんじゃないですか。あとはそうよくあるこれですね、終わらないどうしたらいいんだっていうのがたくさん来ると思うんですけど、ああありますね、時間切れになってしまって、ね、75分のリーディングの時間ではとてもじゃないけど終わらないっていうことですね、はい、まあ、終わらなくていいんじゃないですかね僕もいつもそうやって言ってます結局 TOEIC というテストはあなたの力を測るためというよりは全受験者の力を測ろうとしているから、なぜじゃあ終わらないかっていうと実力がある人はやっぱり終わるわけだから、高い人はね、終わらないこと自体は別に悩みなんじゃなくて実力に応じて終わらない数が違うだけなんです。なので終わらないことそのもので悩む必要は全くなくて、まあ、やるべきこととしてはね、もちろん語彙力伸ばすとかね、解ける問題早く練習するとか、それはそれで必要ですよ。でもそれで試験当日全力出したんであれば15問解けなかったと、売り上げになってしまった、まあ、いいじゃないかと、うんうん、別にそれは悪いことじゃないですよ、うんうん、自然な現象なん で、ね、ただ TOEIC というのはそういうテストなんだってことを知っておいて試験当日パニクらないこと。でもみんな試験終わって外出て喋ってるのが終わらないばっかり全然終わらなかったばっかり。
そういうテストなんで、取れる問題をきちんと取る。じゃああとはですね、前日当日どうやって過ごしたらいいんだ。まず実力をいきなり高めることはもうはっきり言ってできないので、はい、うん、前日とか当日とかね、なので実力を伸ばすというよりは試験当日に実力を出せるようにするってことの方がよっぽど大事。ありきたりだけどちゃんと眠るとか居酒屋で5時間過ごしましたとかそういうことしないとか、あとはまあ脳みそを試験当日に英語モードにしておくことは、まあ、一応意味があるかなっていう気もするので、例えば公式教材を耳に入れながら朝家を出て、はい、で試験会場に着くまで、はい、それだけ見ても多分1時間とかねあるでしょうから、その時に例えばさっき言ってたようなイギリス英語とかね聞きながら行くとかね、それでも別にいいと思いますよ。よく光景として目にするのは単語帳で単語の勉強してる人、で僕はそれは効果があるかって言われると多分ないと思うんですよ。ただそれを読むことによって他のことを防いでますよね。他のやらなくていいことをやらずに済んでる、はいはいはい、そういう意味では一応自分が一つのものに集中して英語を目にしていると、うんうん、まあ、そういう意味でまあ気分が落ち着くというか試験モードに入っていくから、まあ悪くはないと思うんですけど、やっちゃいけないなと思うのは知らない単語を見つけて試験当日にそれを覚えようとする、はいはいはい、これはねやりたくなる気持ちは分かりますよ、うんうん、もしかしたらこの単語のおかげで5点上がるかもしれない。そうですね、ありますね。でもね、そこまで見事に的中するとは思えないしそもそも和訳するテストじゃないから教育は、だからむしろ今までに取り組んで知ってるもの、うんうん、知ってるコンテンツを目にしたり耳にしたりすることの方が意味があるんじゃないかなっていう感じがする、うん、っていう気がするんです。証明できないんだけれどね。じゃあ参考にしてもらえればいいんじゃないかと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。